さあ、二人とも、遠慮せず、入った入った。ちょっと待ってよ、千里ちゃん。何するの、千里ちゃん。危ないでしょ。おっとっとっと、こいつはすまねえ。今日のちいちゃん絶好調すぎて、ついつい勇み足しちまったい。そのまま土俵の外へ飛んでいけ。おお、久しぶりだな、牧村。佐伯は珍しくもないが。ちょっと先輩、そんな言い方はないでしょ。まるで私がここに入り浸っているようじゃないですか。昨日と一昨日に連続して、喉乾いた、お腹すいたとかなんとか言って、特大パフェとミックスジュース3杯も無銭飲食していった女子高生がいたはずなんだが。それって誰だよ。お前だよ。あれ、そうだっけ。たまこちゃん、確かうちの高校の校則だと制服着たまま喫茶店に入るのって禁止のはずじゃ。ああ、ここは特別って言葉はちょっと語弊があるけど、まあ大丈夫よ。ここのマスターさんって私たちの知り合いだから。お、君は見慣れない顔だな。ひょっとして牧村の後輩か。何言ってんのさ先輩。夏美は私たちと同い年だよ。よく見なよ。ほら。ほら千里、早く話しなさい。夏美の胸元ちょっと見えそうになってるって。へっ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 、千里ちゃん。いや悪い悪い、ちょっと力余っちゃった。許してちょんまげ。ごへこの大関すけこまし、ちょっとは自重しろ。あ、山下さん、紹介が遅れましたね。この子は君吉夏美、私たちのクラスメートです。で、この人は山下さん。去年までうちの高校の先輩で、私もいろいろお世話になってたの。よろしく、君吉さん。まあ、牧村よりもむしろ佐伯の世話の方が多かったような気はするがな。
いや、それほどでも。いや、褒めてないから。ね、この店は守先輩の実家でね、先輩は臨時マスターとして働いてるってわけだから、ここに入るのは先輩の家に遊びに来たようなもんだから全然問題なし。そうなの？たまこちゃん。まあ厳密には違うんだけど、なんかあったら千里が責任取ってくれるわよ。おいこら、たまこ、こういう時は一蓮托生だろ。いや、普段が普段だから仕方ないでしょうが。まあそんなことより、ここに突っ立っているのもなんだから、どこか座りましょう。山品さん、このテーブルいいですか？まあどこでもいいよ。ちょうど今ランチ終わって休憩に入るところだったから。とりあえず注文は？アルコール以外の冷たいやつならすぐに出せるぞ。じゃあ私と夏美はミックスジュースで、千里は鍋焼きうどん大盛り。意味わからんわ。ああ、それと何かケーキ余ってますか？これは私払いますから3つお願いします。ケーキ、何かお祝いでもやるのか？ええ、まあ、ね。それじゃあ、君吉夏美くんの面談見事クリアと、超ハッピー羨ましいぞこの野郎な栄養をゲットしたことを祝して、ささやかで貧乏くさいながらも辛抱して。佐伯、お前だけケーキなし。素晴らしくゴージャスなこの会合に乾杯。乾杯。はあ、冷たくて美味しい。先輩、おかわり。お前な、結構手間かけて作ってんだから、もうちょっと味わって飲めんのか？というかその口元の泡拭きなさいっての。そのストローは飾り物か？それにしても千里、あんたはいくらなんでもはしゃぎすぎ。もうちょっと静かにお祝いできんのか？何を言うか、たまこ。お祝いってのは少々ハメ外しすぎてやかましいぐらいに騒ぐのが一般常識って決まってるんだから、この程度なら許容範囲よ。
そんな一般常識、見たことも聞いたことも食べたこともないっての。すみません山品さん、千里が迷惑かけて。いや、もう慣れた。ま、飲み食いは俺のおごりとしても、店内の掃除とかはちゃんと体で払ってもらうけどな。体って、いや、やめろその不思議なくねくね踊りは。気色悪いっつの。千里ももう少し黙って、この怪しさ大爆発なリアクションがなければモテるのにね。院長令嬢の肩書きが号泣してるわ。何を言う、肩書きがワンワン泣くわけないでしょ。ほんと、あんたの頭の中は宇宙のようにフリーダムよ。なのこっちゃ。でも二人のおかげで助かったよ。事前にレクチャーしてくれてたから、受け答えも結構余裕でいけちゃった。でも三崎大学なんて全然聞いたことなかったんだけど、調べてみたらすごく素敵な大学なんだね。校舎も綺麗だし、キャンパスは公園みたいだし。でしょでしょ。しかも狙いは新設の学部だから、難易度はそこそこのレベルだし、しかも空調完備で学業にはもってこいの環境。先物買いだからブランド力はまだまだだけど、名より実ならあれ以上の大学はない。あ？その大学って、現役生だと内部進学者が圧倒的に有利だぞ。それに、最近国際化なんとかで、英語関係の学部の競争率って上昇傾向だから、外部で受けるのって、国公立志願者の力試しか、滑り止めの奴らが大半のはずだけど、大丈夫か？まあその分大学じゃ勉強頑張らないとね。合格した後も4年間気が抜けないわよ。はーい、了解です。まあそれはともかくとしてだ。夏美？のためにも知りたいんだけどさ、アキラに告白されてどこまで行ったの？え？決まってるでしょ、
健全な男女交際のことよ。A? B? C? それとも Z? てるのよ。これは青少年として当然の素朴な疑問ってやつでしょ。ねえタマコ。私に同意を求めるんじゃない。告白されたばかりの女の子にそんな質問するなんて、あんたの発想の起源は美少女ゲームか。美少女ゲーム？なんじゃそりゃ。私が聞いてるのはA. 赤くなる、 B. びっくりする、 C. 知らんぷり、 Z. ゼロ距離射撃ってことなんだけど。なんじゃそりゃ。ボコゲ。まあ、いいかな。とりあえずケーキといってもこれくらいしかないんだが、いいか。うわあ、美味しそう。実は、さっき隣町のエンジェルモートの視察ついでに買ってきたんだが、調子に乗って買いすぎてな。残飯処理で申し訳ないが、よかったら食べちゃってくれ。いいんですか？こんな高そうな。いや、先輩。これは。どうした？何か問題があるか？ああ、いえ。んじゃ、先輩のご好意に甘えていただきましょう。ね、タマコ。うん、そうだね。ありがとうございます、山科さん。ありがとうございます。おいしい。この町に生まれてよかった。こんなケーキが食べられるのはこの町に住んでいるからこその特権だよね。そうだね。エンジェルモートは前の町にもあったけど、こんなに美味しいケーキはなかったかな。あれ、エンジェルモートってチェーン店だったの？へえ、この町以外にもあるんだね。確か私の町のところが本店だったと思うよ。そうなんだ。でも品揃えとセンスは絶対本店よりこの町の方が上だよね。流行をいち早く掴んでおしゃれに反映させてるんだからさ。うん、そうだよね。あ、
あ、まずい。またやっちゃった。とはいえ、千里のマイペースはいいところもあるけどさ、そのせいで相手の気持ちに鈍感なのは全然良くない。あんたは意識してないかもしれないけど、自分以外のものを比較対象にして自分の幸せをアピールするやり方、聞く相手によっては笑えない時もあるよ。別に私は自分と夏美を比較したりなんかしてる。実際に夏美がそれすごく気にしてる。あの子をよく見てみれば。でも、まあ。うん。ったく。ねえ、夏美。夏美の知ってるエンジェルモートも、ウェイトレスさんってあの格好なの？え？だって、エンジェルモートの売りって、ウェイトレスさんのあの過激な格好でしょ？私も前に一度見たんだけど、なんというかこう、見てる方が恥ずかしいっていうか。ああ、うん。本店の方もそんな感じかな。生足むき出しだったから、なんかスースーしてて。ん？なんか描写に実感こもってるな。ひょっとして夏美、経験ありか？私の知り合いにアルバイトしてる子がいたから、その子から聞いただけだよ。そうなの？でも夏美も着てみたら案外似合うかもね。似合わないよ。私そんなにプロポーション良くないし。いやいや夏美、よく聞きなさい。ツルペッタンはね、これからはステータスなの。は？
いいかね、夏美くん。あえて夢や希望を打ち砕く発言をさせてもらうとすれば、成長の終わった体なんて金出しゃ誰だって見れるの。あんたはまだ若いから自覚はないかもしれないけどね、成長途上の青い美しさってのは触れ切った果実よりもずずずーっと価値があるものなのよ。こいつは、例えば例を挙げてみよう。お茶の葉を摘み取るとき、高級品として最も大事に扱われるのはどの部分だ。広がりきった新緑か。いいな。夏も近づく88夜、それこそ芽吹いて小指ほどに育った新芽にこそ旨味と味わいが宿るというではないか。別の例でもそう。魚のブリ、出世魚といって成長するごとに名前を変えるこの魚が一番美味しいとされるのは、ちょっと成熟したかなと感じる途上のハマチでしょうか。ちなみに私は寿司屋でもハマチが一番好きだ。反論は認めない。それ以外にも似たような事例はまだまだ限りなく、それこそ文字通り星の数ほどもあるが、あんまり続いてもだれるだけなのでこの辺にしておこう。だいたい女性の体はボンキュッボンが理想的なんていうやつもいるが、そんなのは体脂肪が乗り切ってブヨブヨの肉で言えば霜降りのラード。確かに味はあるかもしれないけど、食べ過ぎると成人病でお医者さんのお世話になる可能性が高いジャンクフードだ。食の飽和時代と呼ばれる現代社会においては、百害あって一利なしの、まさに人類の敵なのよ。で、結論から聞きましょう。何が言いたいわけ？私はそこらのなんちゃってメイドより夏美のエンジェルモード姿が見たい、猛烈に見たいのだ。最近習った漢文調で言えば、我夏美のアデ姿を見るを欲す。どうだ、これで伝わったか。なんならドイツ語でもロシア語でもサンスクリット語でも、私はこの思いを翻訳してみせるぞ。山品さん、何でもいいからこのアホを黙らせて。睡眠薬持ってない？バカに効く薬はない。ああところで、夏美の前に住んでいた町ってどんなところなの？おお、私も知りたいな。そうだね、獅子骨市と周辺にお住まいの皆さんは、どうぞ冷静な対応をお願いいたします。夏美？繰り返します。本日未明、獅子骨市雛見沢地区で大規模なガス災害が発生、死者、行方不明者が多数出ている模様です。現在のところ、生存者は見つかっておりません。
み、どうしたの？大丈夫？このニュース、夏美と何か関係あるの？うん、なんでもない。ごめん、用事思い出しちゃった。私、帰るね。ちょっと、夏美！うん、ごめん。平気だから。どうしたんだろう、夏美。なんか変だったけど。あのさ、タマコ。何？私、また、夏美にひどいこと言ったかな。なんだ、そんなこと気にしてたの？大丈夫だよ。あの子が怒るようなことは何も言ってなかったから。本当に？本当だって。確かにちょっと変だったよね。何かあったのかな。そりゃ元いた町の近くで大災害が起こったんだから心配になったんじゃないか。え？マモル先輩、それってなんだ、知らなかったのか。彼女が言ってたエンジェルモートの本店がある町って沖宮、この雛見沢村の隣町だよ。